餌を入れても食べない、近くに来ない、今年一度も扉が落ちない箱穴。そんな箱穴にイノシシが入った。餌は栗だけです。栗の餌は雨など関係なく日持ちします。小さくてもイノシシはイノシシです。この辺に栗を巻いていたので、イノシシが来るたびに草が倒れ地面が見え始めました。箱穴の外の栗だけ食べて、箱穴には入らないことを決めて、餌を食べに来てたみたいで、何日も箱穴の外に巻いた栗だけ食べてさよならされてました。餌を食べ続けるうちに危険より味に迷わされ入ったみたいですね。箱穴の外の栗は再利用でまた箱穴の中に入れます。箱穴の扉にメッシュの網をくくりつけてます。ウリ棒を逃がさないためです。